聴いただきありがとうございます。ニュージードリストライフのありがとうございます。ニュージードリストライフのたけしです。今日はですね、やっとこのドリストカート走らせる日が来ました。キャスターがね、もともとね20度ぐらいついてたんで、やっとそれもねなくなって、綺麗に多分これでねフロントがスライドするんじゃないかと思います。で、今日はこのねキャブレターと、あとスパークプラグ、これを交換して、その後ですね、この家の周りをねちょっとテストしてみたいと思います。いやなんかちょっとね騒がしくてあれですけど、それでは行ってみましょう。はい、で今日やるのはですね、この後ろについてるキャブレター、これを、取り外してですね、この新しい新品のキャブレターに交換しちゃいたいと思います。本来だったらね、このジェットだけでも買えなくもないんでしょうけど、この新品がね10,500 円ぐらいだったんで、もうこれで買っちゃいました。隣では、うーちゃんとさらちゃんがブイブイしてるという感じですね。やっぱりですね、なんかやっぱエンジンのかかりがおかしいので、中のメインジェットだけ交換することにしました。やっぱりね、これ通常のものから比べるとでかいものが入ってたんで、これをね、細いものに交換しちゃいたいと思います。これでまあかぶりが防げるんじゃないかななんて思ってます。さあ、ジェットをね、前のキャブレターにジェットだけ交換したという感じで、これでちゃんとエンジンがかかるかどうかってのをちょっとやってみます。どうかな、かかるかな、普通にかかってほしいな。 OK、 どうだろう。良さそうっすね。前のやつよりも上がちゃんと回るようになりました。おお、いいんじゃないですかこれなら。その後はこのサイドバンパーですね、これを取り付けて、フロントバンパーはちょっと暫定で置いといて、いやー、とりあえずね完成しましたよ。とりあえずね、これ左右のバンパーもつきましたし、キャブレターのねジェットも変えて、なんかフケもね良くなりました。でフロントバンパーは、前回のねサーキットで取り付けてなかったんで、これのね差を見たいと思います。いやー楽しみっす。行ってみます。
ってみます。お、お、あ、前よりもフロントが綺麗に流れる。フロントが前よりも綺麗に流れますよ。これ期待できる。走ってみましょう。おお。どう、ペシ君、乗りたい？楽しそうだね、パパね。うん。うわー、うわー、すごい、これ全然違う。うわー、うわー、うわー、全然違う。危ない危ない、落ちる落ちる。いやでも最初から比べたらめちゃくちゃ違う、これ。今ね、外したプラグ見てみたんですけど、全然かぶってる状態とは違う焼け方になりました。まあとりあえずちゃんとエンジンのかかりも良くなったんで、しましょう。よっしゃ。はい、終わりました。いやー、これね、このテストめっちゃ良かったっすよ。なんか前よりもね、あの直進安定さ正直悪くなりました。あとは車高がね、ちょっとキャンバーついて、あのハンドル曲げてる時とかも同じ姿勢なんで、ちょっとね、地面がするような感じがするんで、ちょっとこれは考えなきゃいけないかなという感じはしますけども、いや基本的にね、ドリフトすごい楽しくなりました。ちゃんとね、頭振って入れて、ちゃんとカウンター切った方にストーンと飛んでいくというか、逆に言うとアクセルでちゃんと向きを変えていかないと危ないというか、止まらないのでね、フロント軸にしてこうぐるんって回るっていうよりも、このカウンター切った方に向かってストーンとこう飛んでいくような感じになりました。いやこれね、全然違う、全然違う。ちゃんとあのカウンター切った後のこの空想区間っていうんですかね、こっちよりもこのね、ガレージの目の前のところね、ちょっとスピード出してフッてこう入った時にこうストーンとこう行くんでね、これめちゃくちゃ楽しくなりました、本当で。今回この車ですね、作業の方終わらせて、あとね、フロントバンパーとかちょっと細かいとこ手直しして、で、サマーバッシュの方に、自分のね、 V3 のスカイラインとこのマシンを一緒に持っていきたいと思います。まあこんな感じでね、これからもニュージーランド在住のドリフターズところ生かしてね、なんかこういう DIY 系だとか、あとね、イベントのレポートなんかもどんどんしていきたいと思います。なのでもしよければね、いいね評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。